今回見ていただいた復元 CG は昭和20年1945年時の航空母艦巡洋の姿です。巡洋はもともと昭和15年1940年に開催が予定されていた東京オリンピック事業の一環として日本とサンフランシスコをつなぐ豪華客船橿原丸として建造されるはずでした。すでに国際情勢が急激に悪化していた時代でもあり、橿原丸は有事の際に空母へと改装するという条件で建造費の6割を国が補助する形で工事が始まります。しかし1940年に入ると日米関係は悪化の一途をたどったため、同年8月頃には客船としての建造は中断となり、正式に航空母艦への改装が決定いたします。こちらは巡洋と日本の主力空母を比較した映像になっています。巡洋の速力は25ノット程度と空母としてはかなり遅い分類であり、当時最新鋭の空母昇格型と比較すると性能は及びませんでしたが、船体の大きさは主力空母に引けを取っておらず、空母として運用するには十分な安定性も確保しているのが分かります。巡洋の搭載機数は保養含めて52機程度と、やはり元が客船なだけあり、船体の大きさに比べると搭載数は少し物足りなさも感じますが、大きな飛行甲板を利用した露天軽視も含めると定数よりも多くの機体を搭載したという話も存在しています。以上を踏まえると巡洋はおおむね双流型に準ずる能力がある空母と言えるでしょう。また巡洋の艦橋はそれまでの日本の空母に見られた小型の艦橋と異なり、艦橋と煙突が一体化されているのが分かります。この艦橋と煙突の設計は日本空母の艦橋設備の完成形と呼べるものであり、後の大砲やシナノの設計にも採用されています。ただしこのようなことから巡洋の改装は大規模なものとなり、1941年12月8日の開戦には間に合わず、翌年の1942年5月3日に竣工すると、わずか1ヶ月後の1942年6月ミッドウェー島の攻略作戦の一環として行われたアリューシャン方面の海戦に参加し、早くも初陣を飾ることになったのです。しかしミッドウェー海戦の結果、連合艦隊は主力空母4隻を一挙に喪失。そのため主力空母に迫る性能があった巡洋と姉妹艦の費用は日本の機動部隊の主力として扱われ、南太平洋海戦、マリアナ沖海戦と米機動部隊と死闘を繰り広げることになるのです。巡洋の壮絶な生涯については別の年代の CG が完成してからになりますのでお待ちください。さて今回の復元 CG は最新の考察を交えて復元した姿になりますが、一番目立つのはやはり飛行甲板への迷彩です。巡洋の飛行甲板の迷彩模様は模型で表現されることはあまり多くありませんが、少なくとも終戦時には随格と同様な形で甲板に対空迷彩が施されていたことが判明しています。こちらの終戦後に撮られた写真をご覧ください。こちらの写真のコントラストを調整すると、随格と同様に対空迷彩が施されており、画像処理を施すことで暗い箇所と明るい箇所を確認することができます。この黒い箇所は商船の設備デリックの影を表現したものと考えられ、また後部エレベーター付近には写真から見ると迷彩塗装は施されていない可能性があります。今回の飛行甲板の対空迷彩は艦船模型スペシャル63号の作例も参考にさせていただきました。このように対空迷彩は対象物を空母ではなく商船に見せかけることを期待して施されていたことが正式に記録されていますが、巡洋は1944年12月に魚雷攻撃を受けて以来、外洋航海能力がかなり損なわれている状態で終戦を迎えており、終戦時には樹木で擬態された状態でした。そのためより陸地に近く見えるような工夫が迷彩にも現れているのかもしれません。今回復元した巡洋の装備と迷彩が施された時期にはすでに日本の機動部隊は壊滅しており、たとえ機関が修理されても巡洋が航空機を運用することはすでに不可能な状態でした。CG 映像はあくまでも想像図と捉えていただければと思います。さて巡洋も他の日本空母と同様に噴進砲、いわゆるロケットランチャーのようなものが多数搭載されていましたが、無駄撃ち。巡洋の艦首方向には両舷合わせて6機の噴進砲が搭載されています。また重量の都合により艦首方向の機銃は3連装ではなく単装機銃に変更されており、
よく見ると機銃スポンソンの形状は右舷が円形、左舷が角張った状態となっています。これはマリアナ沖海戦時の損害を修理した結果現れた違いになります。さらに巡洋は終戦時の写真から噴針砲が完備方向にも4機増設されていることが確認されていますが、写真から推測するとこれは左舷のみに増設されたと考えられます。それ以外にも最終時の巡洋は竣工時とはかなり多くの違いが見られますが、今回は比較対象がありませんので次の機会をお待ちください。今回の復元モデルは書籍や模型作例などを参考にして仕上げたものですが、モデルや配色に関しての指摘や取り上げてほしい巡洋や費用のエピソードがございましたらコメントをいただけますと幸い。以下メイキング動画となっております。対空迷彩を作ってます。こういうね、地味な感じのね、非常に強引な感じで作ってます。果たして許されるのかどうか。こんな感じでね、ちょっとほら壊れるんですよ、これ。こうやってね、皆さんこれめっちゃ地味なんだが、まあいいかな、これでね。いいんですよね。現在ですね、昭和19年とか20年頃の船の姿をいろいろと実装しておりまして、しばらくですね、更新が低調になるかと思いますけども、ご了承いただけます幸いです。まあ、こんな感じにですね、まあ、この時代の、CG モデルがですね、大変時間がかかりますので、ちょっとですね、作業に集中せざるを得ないかなといったね、そんな感じとなっております。ちなみに、巡洋のプラモデルは大変出来がいいので、とてもおすすめな代物となっております。ということで、最後までご清聴いただきまして誠にありがとうございました。皆様、次の動画でお会いいたしましょう。せね先生なら、バイバイ。